これからですね、こちらの成田スペースにはこっちから来るやつが連結します。なかなか連結はね見れないですね。普通のあの電車ですと、あのそこをあの東海道線高架ですとここは誰抜けできないんですけど、あの連結するとここホロがいてね、取り抜けできるみたいなのね。初めてやっぱり僕も成田エクスプレス乗って東京まで来たんですけど、結構すごい快適に過ごせました。枕のところがね上がるんで、普通の途中の枕だと枕のところ上がんないんですけど、成田エクスプレスは上がるんだ。あと Wi-Fi 使えるんでね、結構いいですね。成田エクスプレスの形も新しくなりましたからね。昔自分1個前の古いやつ のプラレール持ってたんですけど、確か7だったかな、251系の時持ってたんですけど、今250中系になったみたいなんで、形もすごいリニューアルされて、ただ運転台のあれがワンハンなのか中ハンなのか分かんないんで、僕も一時JR 東日本で業務行ってたんですけど、さすがに成田エクスプレスは運転したことないんで、東海道線ならワンハンなんで。運転台が高いから見えないですよね。普通の新幹線ですとセンサーで測るみたいなんですよね。これもセンサーで測ってるのかどうかわかんないですけど、なかなか聞けないやつです。なんか上野動物園も のモノレールもこのミュージックホーン使ってるというところですね。後で自分上野動物園行きますけど、多分おそらく今のミュージックホーンのやつですね。でこの連結機ですね、ここの連結機のところにこれガチャンって今から見ます。でこの連結機なんですけど、連結する時多分5キロ以下で連結しないと、20キロ以下で連結したら絶対ここ入らないので、多分5キロ以下で連結すると思う。連結後ファイナルに運転してた時は5キロでね、やってました。一番重要なんですよね、この連結値が入らないとね、あれなんで。連結完了、よし。今カチャンって言います。これで今からこの真ん中のホロが開きます。今からですね、ホロを開けます。でこのホロが開けばポール抜けができます。はい、今ホロが開きました。これで今ホロを出してます。そうですね、この状態でポール抜けができます。12秒から6秒ですね、6両から12両になります。ね、今ガチャンってたんで、フォローをね、でここから長い12両編成でね、成田中高までを見ていきます。